おめでとうございます。感謝状を受け取ったのは、長崎市の下口和夫さんと正代さん夫妻です。下口さん夫妻は里親として実の家族から離れた女の子を小学1年生から高校卒業まで育てた。ほか、市内で里親同士の交流を率先して行ってきました。下口さんちでよかったっていうようなことを言ってくれた時に。 あ良かったなとお互いにその他人同士だって分かっていても一緒に暮らす意味、やっぱりあの子供は大人が育てなければいけない。長崎県内では実の親との生活が困難な480人の子どものうち里親やファミリーホームで暮らしているのは80人にとどまっていて里親制度の普及が求められています。